右で3枚取りながら左で2枚。そうです。そんなに速度はいらないです。左手が少ない。正しい必ずやった方が便利です。これを全部右で1、2、3、4、5、これはちょっと長いので。例えばブラックジャックに関してもそうですね。これをブラックジャックつける場合は、右で25取りながら左で5を出してこうします。もっと若干突き詰めると、右で15、左で60取りながらが一番早いですけどね。で基本は左で大きいチップ、右で小さいチップです。やってくるとこういうことになりますけど、これもちょっと先です。でその左もやっぱり重要になります。そんなに速度がないんですけど、まず左で取れるというのが重要です。で、左はスピードはいらないですけど、正確さは欲しいです。なんでかというと大きいチップなんで、間違えるとえらいことなんです。この180を、例えば、こんな風につけてしまうとえらいことです、うん、高さ揃ってるなって思いますけど、これ1枚100度多いですね。これ7等のことです。では、続き入りましょう。